はようございます。ぼっちさん、もうかさん、おはようございます。りえさん、ハレルヤ。今日はいい天気です。今日はいい天気で、青空をお見せすることができると思います。太陽さん、ヤシリさん、おはようございます。あ、ぼっちさん音が出てない。あ、ごめんなさい。はい、音が出てなかった。おはようございます。モーカさん、ぼっちさん、太陽さん、音がない。はい、音を入れました。はい、てんちゃん、おはようございます。おはようございます。かずきさん、ゆうさん、おはようございます。大丈夫。はい、ここはですね、いつも来る、一番来るとこかもしれませんね。今日は雨の時よくここに来るんですけど、屋根があるのでね。でもまあ天気の時は天気で、ここはあのいいとこです。あの、もうちょっと電波が弱いかな。伊節子さん、おはようございます。納豆さん、あずまやっぽくなってるの。そうですね、ちょっとあずまやっぽいですね。まあ、こういう自然の中で、自然の中で放送できることはすごく、まあ、幸せですね。自然の中というのは何か神様を感じます。今日のタイトルがそういうタイトルですね。あ、ゆうびさん、おはようございます。あやこさん、たけおさん、はい、おはようございます。今日のタイトルは、イエス様はあなたのそばにいる。イエス様はあなたのそばにいる。モーセが神様に聞きました。あなたの名前は何ですか。神様は言いました。私はある、私はあると言われました。どういう意味でしょうか。それは私がいるという意味ですね。私は存在する、それが神様の名前です。ヤーウェ、旧約では神様の名前はヤーウェですが、多分ヤーウェという意味が私はあるという意味だと思います。神様の一番の特徴、神様の一番の特徴、それは神が存在する、神様が生きている、神がおられるということが、神様の一番の、特徴ではないでしょうか。ですから神様の名前が私はあるという名前なんですね。青井さん、おはようございます。神様がおられるので、神様がおられるので私たちも存在している。皆さん、私たちの存在は神様の存在のゆえなんですね。皆さん、自分が今生きている、自分が今存在している、それは皆さん認めるでしょう。生きている私たちは自分の存在を知ることができます。自分の手を見ることができます。自分の顔を見ることができます。自分の、ね、自分が生きているということをいろんな形で知ることができます。しかしこれは偶然ではないんですね。てんちゃん、私は無宗教なのですが、神様を信じてみたい気持ちはあるのですが、それでもいいのでしょうか。もちろんですよ、もちろん。あやぽんさん、おいさん、おはようございます。神様が目に見えません。神様が目に見えない理由があるんですね。神様が目に見えない理由、2つあります。一つはですね、神様と人間は断絶している。人間が罪を犯したために、
人間は、エデンの園から追放されて、そして神様と断絶している。ですから私たち人間はですね、自分は生きていることはわかるけれども、神様が見えないようになっています。タイさん、私はあるというものである。そうですね。ルルさん、おはようございます。もう一つの理由はですね、もう一つの理由は、神様はその断絶している人間が神を求めてほしい。目に見えないかもしれない、目に見えないかもしれない、しかしその神がいることを感じてほしい、求めてほしいということなんです。リュウビさん、すべての人間は、罪人だと神様が言われました。罪という意味はいろいろあります。罪という意味は、一つは神から離れているという意味があるんですね。ですから、すべての人は神から離れて生まれてきます。ですから罪人と言えるでしょう。悪いことをですね、してなくても、犯罪を犯してなくても、神から遠く離れていれば、それは罪があると言えるでしょう。罪というのは、神と無関係という意味もあるんですね。ニーカイさん、イエス様は3日目によみがえったので、神は生きておられるのです。今日もすがすがしいですね。そうですね、私たちはこのすがすがしさが、神様のすがすがしさを表していると思いましょう。この自然が気持ちがいいのは神の臨在を表しています。私たちは神様を感じるときに平安を感じます。神様を感じるときに清さを感じます。てんちゃん、目に見えないものを信じるのはとても難しい。でも私たちは、目に見えない電気を信じます。目に見えない引力を信じます。目に見えないですね、放射能を信じます。目に見えないものたくさんありますよ。空気もそうでしょ。空気も目に見えません。しかし私たちは空気を信じます。空気を信じます。ですからてんちゃん、神様だけが見えないのではありません。見えないものはたくさんあるんですよ。処刑された人間が3日後に生き返ったら、処刑した人間が黙ってないのでは。そうですね、黙ってないです。黙ってないです。それでですね、次のステップですが、見えない理由2つ言いました。でも見えないから神がいないというふうに思いやすいです。見えないじゃないか、神なんかいないじゃないか。でも皆さん、そこにですね、思慮深くなければなりません。もし神がいないなら、神がいないなら、なぜ私たちが存在するのか、一体人間とは何なのか。進化してできたと言うかもしれないけど、人間のような存在が果たして、英知がないものによって偶然できるでしょうか。私たちは人間としていろんなものを作ります。いろんな人工物を作りますが、そこには英知が必要です。だとすれば、人間が作ったもの以上のものがあるならば、
英知がなくてできるということはありえないと思いませんか。和太鼓さん、おはようございます。私たちは人間の英知を超えたものが存在するならば、人間の英知を超えた存在があると信じる方が合理的ではないでしょうか。じゃあなぜ人間は偶然死ぬんですか。人間の命は本当の命じゃないからですね。肉体の命は本当の命じゃないので、死ぬということを通して神様は人間が本当の命を求めるようにしているんですね。すべてのことに意味があるんです。いいえ、新海さん、神様が本当の命ですね。宇宙の誕生と神の誕生はどちらが先なんでしょうか。神様は誕生した存在ではないんです。多くの人は、人間は神によって作られたんだったら、神は誰によって作られたのかと言います。神は作られた存在ではないのです。永遠から永遠に存在する方なんです。だから私はあるという名前なんですね。私があるという神様の名前は永遠から永遠に存在するという意味なんです。それは人間の英知を超えています。人間がいない限り神様は存在する意味がありません。神様は人間を作る前から存在しています。そしてもちろん存在する意味があるんです。神様は確かに人間を作られましたけれども、人間を作る前から存在していました。偶像崇拝は悪魔サタンの仕業ですか。その通りです。天ちゃん、そうですね、人の心も見えません。はい、皆さん確かに心は見えませんね。心が見えないから心が存在しないという人はいないでしょう。心は見えないです。でも大事ですよね。見えるものが大事なのではなく、むしろ見えないものの方が大事なものが多いじゃないでしょうか。特に心はとても大事ですよね。心が大事だということを皆さんまず誰でも、信じるでしょう。心なんか大事じゃないと言うならば、その人は、心がないと言えるでしょう。チャイさん、娘はクリスチャンではありませんが毎日祈りを捧げています。チャイさん、娘さんは誰に祈ってるんでしょうか。その誰に祈るかがとても大事なポイントです。AI が意識を持った瞬間に神様の存在が証明されなくなるわけですが、どうお考えですか。 AI が意識を持った時に人間の違いがあると思います。あくまでも、機械は機械です。ハナさん、おはようございます。いくらロボットができても人間にはなれないでしょう。いくら AI ができても人間の心にはなれないのです。それは、人間は神様が作ったからです。人間は人間を作れないのですね。人間は人間を作れません。神様しか人間を作ることはできません。
はい、それでは次のステップですね。イエス・キリストを信じるというのは、イエス・キリストを信じるというのは、イエス様が十字架にかかったゆえに、イエス様が十字架にかかったゆえに、私たちは初めて神と和解できるんです。神を、知ることが許される。つまり、罪のゆえに、私たちは罪のゆえに神様を知ることが許されてなかった。神を知ることが許されてない。神がおられるかどうかを許されていない。罪のゆえに私たちは、神と断絶しているというのは、神を知ることが許されてないということでもあるんです。しかしイエス・キリストを信じて初めて私たちは神を感じるようになるのです。神様が私たちの中に来てくださって、私たちは神の存在を感じるようになるんです。それが信仰です。信仰とは何ですか？信仰というのは神を感じることです。神様を感じることです。皆さん、イエス様を信じて聖霊を与えられた方は神を感じることができるんです。神様を感じることができます。もしイエス様を信じていないなら神を感じることはできません。それはまだ、神を知ることが許されていないからですね。聖霊が与えられてこそ、聖霊を与えられてこそ私たちは、神を感じるようになるんです。そして私たちは、神をさらに求めるようになるんです。クリスチャンの、大事なポイントは、イエス様と個人的に関わるということですね。イエス様と個人的に関わる。私たちは、イエス様を信じてから祈るようになります。それまでは偶像崇拝とか、キリスト教でも形骸的な祈りをする人もいます。それはただ形は祈っていても神様から遠く離れた祈りになっているんです。近所さん、おはようございます。私たちは神に祈るようになりますが、ただ気をつけなければいけませんが、クリスチャンもですね、ただ何か習慣的に祈ったり、何か神様を感じないで祈るようなことがあったらば、それはいい祈りではありません。ユビさん、イエス様は天から下ってきたパンと言われました。ユビさん、イエス様を信じて天からのパンを食べてください。天からのパン、それは永遠の命のパンです。亡くなるパンではなく、永遠の命のパンを食べましょう。クリスチャンはデボーションタイムというのを持ちます。デボーションタイムというのはですね、日本語では、聖死の時、聖死というのは静かに思うということですが、今あまり教会でも使わなくなった言葉です。聖死の時という日本語がありますが、デボーションタイムの方が今使われているかもしれません。デボーションタイム、それは朝ですね、イエス様に祈る時間、
を設けます。ぜひ皆さん、朝ですね、朝イエス様に祈る時間を作ってください。それはとても大事なんです。なぜかというと、信仰というのは、イエス様との関係なんです。ですから私たちはイエス様に祈ります。イエス様と親しい時間を持ちます。朝、少し早く起きて祈る時間を設けてください。私も朝4時から6時ぐらい、デボーションタイムを持っています。今日はですね、外に椅子を置いて、外を見ながら、空とかスズメを見ながら、デボーションタイムを取りました。とても、いい時間でした。イエス様がそばにいることを感じます。イエス様がそばにいて、イエス様が本当に一緒にいることを感じます。近所さん、朝から早く起きて部屋に鍵を閉めてデボーションタイムを取りました。アメン。チャイさん、娘はクリスチャンではありませんが、食事前に必ずイエス様にお祈りをして食べます。チャイさん、イエス様にお祈りをしているならもうクリスチャンですよ。イエス様にお祈りをしているならもうクリスチャンですから、ぜひチャイさん、娘はクリスチャンだと思ってくださいね。そういうわけで皆さん、大事なことはイエス様を意識するということですね。イエス様がおられることを意識する、イエス様がそばにいることを意識することが大事です。そしてそれは、一日中です。一日中私たちはイエス様を意識します。それはできないという人もいるかもしれません。いや、できるんです。できます。モーカさん、いつもイエス様がそばにいてくださることを感じます。とても心が満たされます。祈る日、祈らない日とでは全然違います。アメン、アメン。祈る日と祈らない日とは全然違う。親が信仰の邪魔をして困っています。早く天国に行ってほしい。ダメですよ、アミノさん、それダメです。親が救われるように祈ってあげてくださいね。チャイさん、洗礼を受けた方がいいですか。はい、イエス様を信じた方は洗礼を受けた方がいいです。洗礼を受けることによって信仰がはっきりしますね。信仰がはっきりします。ですからイエス様おっしゃいました。いつも祈んなさい、絶えず祈んなさいとおっしゃいました。それは絶えず祈るということは、皆さん、祈りというのはイエス様を意識することですよね。要するに会話ですよね。イエス様を意識してこその会話だから、イエス様を意識している人は祈るということですね。電波弱いですか。電波弱い。じゃあちょっと電波強いところ行きましょう。イエス様を信じない人は祈らないでしょう。それはイエス様を意識しないからですね。神がいないと思っている人はもちろん祈らないでしょう。神様がおられるということ、信じてこそ祈ると思います。そしてその祈りがですね、イエス様を意識しない祈りとイエス様を意識する祈りがあります。もしイエス様を意識しないならば、それはいい祈りとは言えないでしょう。ぜひ皆さん、私たちは、いつもイエス様を意識する必要があります。それが信仰です。そして全てのことを感謝しなさいと書かれています。私たちは
全てのことを、感謝すべきです。全てのことを感謝します。神様が全てを支配し、神様が、私たちを愛してくれている、神様が私たちを良くしてくれることを信じることです。そうならば私たちは全てのことを感謝できるんです。多くの人が不安に思ったり、恐れたりする理由は、いろいろ心配する理由は、心が神様、イエス様から離れていることですね。イエス様を意識しなくなった途端、イエス様を意識しなくなった途端、人間は恐れたり不安になったりするわけです。チャイさん、配信を見るために早起きになりました。アメン。素晴らしい、素晴らしいですね。神様はどこに住んでらっしゃるんですか？天のお父様は、もちろん天国におられますが、しかし神様はどこでもおられるという、ことがあります。偏在と言います。偏在、神様はいつでもどこでもおられる。神様はイエス様、イエス様と私たちが呼ぶときにいつもそばにいてくれるんですね。ジュデオンさん、なぜ多くの日本人は妄想人生を送っているんでしょうか？それはイエス様を信じないからですね。イエス様を信じないとどうしても妄想人生になってしまいます。ヒットさん、規則正しくなりました。アメン。規則正しくなりました。素晴らしい。そういうわけで皆さん、信仰というのはいつもイエス様がそばにおられる、いつもイエス様がそばにおられることを意識すること、そして祈るときはもちろんイエス様を意識すること、いつでもどこでもいつもイエス様を意識しましょう。いつもイエス様を意識するのです。それがとても大事なポイントです。イエス様を意識するならそこに平安があります。イエス様を意識するならそこに喜びがあります。イエス様を意識するならば満ち足ります。ぜひ皆さん、いつでもどこでも、いつでもどこでもイエス様がそばにいることを信じましょう。いや、そばにいてほしい。いや、私たちはそばにいたい。いつもイエス様のそばにいたい。イエス様から離れてはいけません。いつも、イエス様のそばにいたい。皆さん、そういうふうに思ってほしいと思います。金城さん、日本のお祭りにはイエス様信仰は少ないと思います。寝る前、起きた後、いつも消えない信仰をしています。アメン。いつもそばにいるよイエス様。そうですね。妄想人生とは何ですか？多くの人は妄想で生きているということですね。多くの人は妄想で生きています。七原さん、イエス様って一人なのに なんでみんなのそばに入れるんですか？それはいい質問です。それはね、神の知恵ですね。神の知恵です。神様は聖霊様という、ね、聖霊によって神の霊でイエス・キリストを信じる人の心の中に来てくださる。イエス・キリストを信じる人の心の中に来てくださる。それが、神の知恵ですね。神の知恵、
それは本当に驚くべき神の知恵ですね。青空をちょっとお見せしましょうね。綺麗な青空。そんなに青くないですが、いい天気です。いい天気です。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ。チャイさん、幼稚園児の娘がイエス様を信じてお祈りを捧げる姿が可愛すぎます。そうですね、あの祈る姿ってとてもいいですね。絵でもありますよね。祈ってる絵というのありますね。祈ってる姿とてもいいと思います。賛美してる姿とてもいいです。モーカさん、綺麗です。青空好きです。チャイさん、なので牧師の配信を見ることにしました。ありがとうございます。ぜひ、娘さんと一緒に信仰を持ってください。娘さんにこの放送で学んだことを教えてあげてください。幼稚園の子は素直でよく理解できるでしょう。幼稚園の、ね、娘さんにイエス様のことを少しずつ少しずつ教えてあげてください。それが教育です。それが教育です。教育とは何ですか。イエス様のことを教えることが教育なんです。世の中の学校は教育をしていないと言えるでしょう。多くの学校では本当の教育をしていないんです。本当の教育、それはイエス様の教えを教えることなんですね。近所さん、うちの家族はみんなでイエス様に祈ってますよ。家族の絆はイエス様のおかげです。素晴らしいですね。それが本当の家族ですね。それが本当の家族です。はるきさん、娘をキューちゃんのチャイスクリーンに通わせてもいいですか。もちろんですよ。小学校から高校生までチャイスクリーンに入ることができます。まあ、遠いとちょっと難しいですが、近ければ通うことができます。イエス様の教えを学ぶことができます。子供たちはイエス様の教えを学ぶべきです。それが本当の教育です。私のチャイスクールの名前はジーザススクールと言いますね。ジーザススクール、イエス様の学校、イエス様の学校という名前のチャースクールです。ですから、もし皆さんが苦しい時、皆さんが不安な時、イエス様を意識してください。イエス様が皆さんを愛していて、皆さんを見守ってくれていることを信じましょう。イエス様が皆さんのそばにいることを信じましょう。イエス様おっしゃいました。私のところに来るものを私は拒まない、私のところに来るものを私は拒まないとおっしゃいました。そして私はあなた方を決して見捨てない、見放さないとおっしゃいました。つまり、イエス様が私たちから離れるのではなく、私たちがイエス様から離れてしまうのです。イエス様は私たちを愛し、私たちのそばにいたいと願っておられる方です。ですから私たちが信仰によってイエス様を求め、イエス様を意識するならば、イエス様はいてくださるのです。はい、それではですね、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、あ、今までイエス様を意識したことがなかった、今まで神なんかいないと思っていた、
でも神がいるならば神を感じたい、神がいるなら神を意識したい、イエス様を信じて、イエス様を信じて神がいることを感じるようになりたい、イエス様を信じて神と交わりたい、神と共にいたい、イエス様を信じて本当の平安、本当の喜び、本当の生きる力、そのような人生を送りたい方、イエス様を信じて、いつもイエス様と会話をし、イエス様の素晴らしい知恵と祝福を受けたい方、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン、アメン。神と交わりたい、神と一緒にいたい、本当の幸せ、アメン。節子さん、イエス様を称えます、イエス様を称えます、アメン、アメン。ヒットさん、アメン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 。タイさん、アメン。天の父様、多くの人が神から離れ、孤独になり、不安になり、悪魔に、苦しめられています。多くの人が悪魔に脅されています、悪魔に脅されています。どうぞイエス様、すべての人にイエス様が必要です。すべての人にイエス様が必要で、すべての人がイエス様のそばにいるべきです。イエス様のそばが神の国、イエス様のそばが平安、イエス様のそばが本当の居場所です。この世は本当の居場所ではありません。この世は、悪魔の国です。しかしイエス様のそばが神の国です。どうぞイエス様、今アーメンと言った方々がイエス様のそばに、来ることができますように。そしてイエス様を意識して、イエス様は決して見捨てない、イエス様は決して見放さない、いつもそばにいてくれる、決して見捨てない、イエス様は私たちを愛している素晴らしい神様、心優しくへり下っている、ものすごく優しいお方。どうぞアーメンと言った方々がイエス様を意識し、イエス様と親しい関係となりますように。毎朝、時間をとってイエス様を意識し、イエス様に感謝し、イエス様と語る時間を与えてください。どうぞデボーションタイムを持つことができますように。デボーションタイムを持ち、できるだけ長い時間イエス様と会話をし、そしていつもイエス様を意識し、すべてのことを感謝し、いつも喜ぶことができますように。イエス様を意識していつも喜ぶことができますように。喜びがなくなりませんように。どんなことがあっても喜ぶことができますように。すべてのことに意味があり、すべてのことに神様の導きがあります。訓練があります。災いを恐れない、問題を恐れない、イエス様がおられるから大丈夫、イエス様がおられるから心配いらない。どうぞ、
アーメンと言った方々が、恐れない人生、希望のある人生、いつもいつもイエス様がそばにいて助けてくれることを感じる人生、全てのこと、全てのことがイエス様の恵みだと感じることができるようにしてください。素晴らしい人生が始まりますよ。イエス様との素晴らしい人生が始まりますよ。驚くべき光の中の人生、光の中の人生を歩むことができますよ。祝福してください。リスナーを祝福してください。イエス様と共に歩む人生、決してイエス様から離れない人生、イエス様の愛を感じる人生、どうぞ、祝福してください。守ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、今日は素晴らしい一日になりますよ。今まで最高の一日になるかもしれません。また夜7時にお会いしましょう。それでは良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム。